三条美希は日本の女優。本名佐藤美希子。旧芸名は三条美希。京都府京都州京区出身。血液型 A 型。父は俳優で大英の部長も務めた佐藤演司。娘は元女優の木博子。オフィスマトバ所属。東京都立桜水女子商業学校卒業。大英東京撮影所継理科に勤務していたが戦後にり、 大映画スターを発掘する中、長田正一ら社内上層部の目に留まり演技へ移動。1946年に映画、君かと思い手で、女優デビュー。芸名は本名をもじって付けられた。ミモス愛子の母物シリーズをはじめ、若尾文子や山本富士子登場までの大映を支えた。1952年1月5日。 同 1>, 1月10日から開催された南米のウルグアイでのウルグアイ国際映画祭に出席のため東京国際空港を出発当時はまだ海外と航自由化の遥か前で大変貴重なウルグアイ訪問となった1955年に東映に移籍し1960年代からはテレビドラマにも活躍の場を拡大近年も2時間ドラマなどに出演した 2015年4月9日、鬱血精神不全のため、東京都内の自宅で死去した。86歳ボー渋谷中堅、八蝴銅像の製作者の安藤氏がアトリエとしていた、借家を後に、三条が購入した際に、残されていた家財道具の中に、渋谷中堅、蜂蝴像の試作石膏像があった。これを、父の佐藤園児が譲り受け、 知人を介して、湯の浜温泉の旅館や建設会社等を経た後に、鶴岡市藤島庁舎に保管されることになった。石膏像は2012年6月24日より、毎年4月15日から翌年2月15日までの期間は JR 鶴岡駅にて公開されている。ありがとうございます。